シェル級ミサイル艇は、ノルウェー海軍のミサイル艇の艦級。計画名は、SMP6081。なお、ネームシップの艇名であるスコージョルドとは、縦を意味するノルウェー語である。本級の特徴は、側壁型アクション線形の採用と、ステルス間化である、レーダー反射断面積低減の要請から、船体は、ガラス繊維強化プラスチック製とされている。また赤外線。 音響シグネチャーの提言にも意が払われている。接戦については、ノルウェー海軍ではすでに1995年より、オークソイ急走海底を収益させて、良好な運用実績を得ていた。しかし同級では、最大速度30ノットであったのに対し、本級では55ノットとされ、海上高見では57.1ノットを記録している。実験艇を兼ねていた、ネームシップでは、 C ステート3という海強化で44ノットを記録。また、下記の米海軍へのリースに伴って2001年9月に行われた大西洋横断航海の際にも、全工程を平均して49ノットという速力を記録した。なお、右の初原表に示した手記構成はこのネームシップのものであり、2番艇以降の量産型では、 ガスタービン主機関をより強力なロールスロイス・アディソン571、KF11 に変更しているとも言われている。現代の艦船では珍しく灰炭色の低死人塗装ではなく、フェリス名裁風のパターンを施している。当初はストルム級及びスネクー級を更新するため24隻の配備が計画されていた。1996年8月30日。 クバーナー・マンデール社は3億ドルで実験艇の建造を受注した。そして1999年、同艇を用いた15ヶ月の大焼け身の後、5隻、内誌7隻の建造が発注された。当時の計画では、最終艇は2004年に収益する予定であったが、1997年に量産型の建造開始を2006年まで遅らせることが発表された。 1998年には造船能力維持の観点から、これは2000年まで前倒しされることになったが、2000年、国防大臣は計画を全面的に破棄して、実験艇も2002年までに退役させると発表した。しかし2001年から2002年にかけて、実験艇がアメリカ海軍にリースされ、非常に良好な評価を受けたことから、 実験艇の収益継続と5隻の追加建造が決定された。なお、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦計画では、レーセオン社が本級に基づき拡大発展させた設計案を提出したが、採用はされなかった。ありがとうございます。